皆さんこんにちは、フジピコです。今日はですね、僕が飼育しているエボシカメレオンのボシ君に、こちらですね、トマトをあげたいと思います。はい、エボシカメレオンはですね、カメレオンの中では珍しく植物の葉や果物を食べると言われてるんですね。これうちの帽子もね、トマトめちゃくちゃ好きなんですよね。トマト皮むいてるだけでこうケージの端にいてもこうぐらーっとこう駆け寄ってくるぐらい好きなんですよね。ですので今日はそちらの様子を皆様にご覧いただきたいと思います。それでは早速どうぞ。ボシ、大好きなトマトやぞ。あれ、なんか今日は反応しないですね。お、来た来た来た。あ、やっぱり反応してますね。いや、ほんとね、これトマト大好きなんですよ。ちょっと待てよ、今皮むいてるからな。はい、上手に食べてますね。美味しいか。この子はトマトの他にはイチゴ、みかん、ぶどうなども大好物なんです。ただ果物類は糖分が高いため揚げすぎには注意です。はい、じゃあ帽子もう一つ食べ。あ、ういうい、あー、いやいや、もう一回ちゃんと狙って。ういおい、はい、上手に食べてるな。てかお前すごい体勢で食べてるな。お前空中で食べてないか。いや後ろ足浮いてるやん。いや食べにくいやろそれ。はい、じゃあもう一個食べ。はい、いや腕しんどいやろそれ。後ろ足つけた方がええんちゃう。器用に尻尾を巻きつけてバランス取ってますね。はい、じゃあもう一個。はい、ちょっと前の方で食べ。しんどいやろ。ちょっと足つけて。もうちょっと前。ちょっと、いや前来なさいよ。ちょっと、いやちょっとって前来いよ。いやもう、おお、なんでやねん。後ろ足つけたらええやん。しんどいやろその食べ方。まだ食べるか。まだ食べますね。あーし、あら、後ろ足つけへんからやん。ちゃんと立って食べた方が食べやすいで、絶対。おい。なんなん。空中で食べんなって。全然言うこと聞いてくれへんやん。ちょっと飲み込めるか、それ。ああ。いや、後ろ足つけた方がいいと思うけどな。食べるか。はいはいはい。いやもう何これ、なんでな、絶対しんどいやろ。変な子やで。エボシカメレオンが野菜や果物を食べる理由ですが、それは本種の生息地が降雨量が少ないため、植物質から水分を摂取するように環境に適応した結果と言われています。いやー、この食べ方も環境に適応した結果なんですかね。うい、まだ食べるか。食べへんか。うい、うい、もういいか帽子。もう食べなさそうですね。じゃあ今度はまた次はイチゴ買ってきてあげるからな。
はい、以上が、エボシカメレオンにトマトをあげてみたでした。いや、なんか変な動画になってしまいましたけれども、もしこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもツイッター、インスタグラムもやっておりますので、動画説明欄よりフォローお待ちしております。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。